ちょっともう手元に今日なんか、そうそう、面白いものを、これなんでやねんハリセン、やだな。影原さんがよく、はい、あのこの番組で先輩を先輩とも思わない、そんな何を言ってる、マミコだぜ、マミコは呼び捨てすんだよ、めっちゃ先輩だ、マミコはこの番組ではもうこうやってマミコって呼んでもいい設定になっているので、誰もいいよとは言ってないんだけど、僕はもうこうやって自分的には一歩スタジオに入ったらマミコって呼んでいい、そう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 、で、あのお疲れ様でしたって言ったらもうちゃんと普通に出てて、のどさん本当にさっきはさ、本当にありがとうございました、本当に申し訳ない、さっきはさ、さっきはさ、あんまり切り替わってないこの番組で結構のどさんの、あのキャラクター性というものをね、どん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 こう出していこうかなと思ってて、お前なんだよ、お前プロデューサーがよ、そうね、マミコいいところを本人の売り方があるでしょなんでお前が勝手に拾う、マミコの売り方は俺が決めるから、そうそう、大沢さんから考えてる、やばい、大丈夫、今日ね、今日大沢さんのマネージャーさんいらっしゃらないんで大丈夫ですよ、そんなに宣伝なくていいですよ、全然、あのそうだから書いてる、隣にいるんだってね、そうだよ、超わかったんだけども、結構ね普段あのいろいろ普段聞けないようなこと聞いてて、うん、今日ちょっとマミコに、だってこれ紙にさ、うん、書いてるじゃん、どうしたらのどさんが白衣の下に黒の下着を着てくれるか、そうそうね、すげえすげえ、なんかすげえ合体させた今、あ、違う、どうしたらのどさんが白衣を着ているのかっていうのと、なぜ黒の下着に男っていうのは興奮するのかっていう、あ、そっか、ことが書いてあって、ね、今一つにしちゃった、そうだね、合体させちゃった、一つにしたらじゃあもう大変なことになるもんね、そうね。